しい。精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまって、まるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。世界総人口の約8割が何らかの超常能力、個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在。そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。もう大丈夫。なぜって、私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。ヘイヘイ、さてお待ちかね、ストーリーモードの始まりだ。いよいよ始まった職場体験。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー。レッツストーリー。雄英高校の一大イベント、雄英体育祭から数日、オールマイトの担任だったヒーロー、グラントリノから職場体験の指名をもらった。期待に胸を膨らませていた僕を待っていたのは、オンボロの事務所、そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん。名前を言っても、誰だ君は、トシノリって全然通じてない。相当な脅しとはいえ、これはやばいぞ。そもそもトシノリって誰なんだ。僕、早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。オールマイトにはもう時間が残されてないから。だったら、だったらなおさら撃ってこいや、受精卵小僧。修行だ修行、チュートリアル始めるぞ、優勢ランクぞ。全ての攻撃方法を確認したら教えてくれ。力の使い方が点でなっとらん、あの正義バカ。オールマイトは教育に関しては素人以下だな。見てらんねえから俺が見てやろってんだ。さあ撃ってこいや。届け、撃ち込め。いいぞ、チキショーが衝撃を吹き込め。ファウエリー、まだだ。衝撃をこんなやるね、チキショーが。そこだ、いい動きだ。やるね、ふい、いいぞ。チキショーが、おじけづいたか。
何を企んでる。おしゅ、そこだ。トーン。そこだ。じゃあ、衝撃。いい動きだ。ダメ。打ちこ。やるね。衝撃は。おしゅ。動きだ。ごめん。やるね。はい。え、はい。くるっと。届け。そこだ。じゃあ。いい動きだ。いいぞ。衝撃は。これな。やるね。よし、やるか。この勢いで裏の裏。そこだ。はい。俺。打ち込め。さあ。チグハグだ。ブイ。僕が君のヒーロー。思ってたよりできる。だが硬いな。そして意識がちぐはぐだ。だからこうなる。オールマイトへの憧れや責任感が足かせになった。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。これが憧れオールマイトの死、グラントリノの元での職場体験の始まりだった。いよいよ始まった職場体験。僕はオールマイトの元担任でプロヒーロー、グラントリノの元へ行くことになったんだけど。